頭髪。頭髪は、人の頭部に生える毛である。毛髪、髪の毛、また単に髪とも言う。頭髪は、ケラチンという硬質タンパク質で形成されている。三重構造になっており、中心部にあるのが、随質、毛髄で、その周囲を、皮質、猛章が取り巻き、その外側を毛表皮、口倉、キューティクルが覆っている。ただし随質はないものもあり。 その役割は、はっきりしない。頭髪の直径はおよそ 0.05mm から 0.15mm の範囲であるが、個人差及び人種差が大きい。一般に、コーカソイドとネグロイドにおいては細く、頭皮1平方センチメートルあたりおよそ400本前後、モンゴロイドでは、前二者に比べて太く、1平方センチメートルあたり250本ほどである。 頭髪の断面も人種差があり、モンゴロイドでは一般的に円形で、コーカソイドでは楕円、ネグロイドはさらに細長い。このためモンゴロイドは直毛であり、コーカソイドでは波状毛と呼ばれる緩く波打った髪から巻毛まで変異を示し、ネグロイドでは縮れ毛になりやすい。癖毛は毛穴の形により生成される。ただ、唯一思春期においてのみ、 個人差あり癖が変わることがある。思春期独特のホルモンバランスの変化という説が有力である。他には骨格の変化により毛穴の形が変わり癖が変化することもある。なお、ショックによりついたちで頭髪が真っ白になるという話が伝わっているが、医学的にはメラニン色素がついたちで髪の毛から抜ける物理現象はありえない。成長の速度も やはり個人差や人種差があるが、東アジア民族でおよそ11センチメートル、年イコール0.3ミ、mm、リメートル、日イコール 3N メートル毎秒である。頭髪の色は、皮質に含まれるメラニンの量によって決まる。人類の大部分は多量のメラニンを含んだ黒色の頭髪であるが、高加素イドの一部は二次的に生じた。色素脱落により、金髪、ブロンド、茶髪、 ブルーネット、赤髪、が見られる。毛の根元にある毛包は非常に早く成長するそのため抗がん剤投与などの化学療法によりしばしば頭髪を失うことがある抗がん剤は早く成長する細胞に働くためがん細胞だけでなく毛包にも作用することによる毛細胞の代謝を抑えるために冷却して低温に保つことで脱毛を抑えることもある 毛は丈夫である。一本の毛は 100g の重さを、頭髪全体では12トンの重さを支えることができるとされる。これはアルミニウムの強さに匹敵する。京都の東本願寺では、明治初期の建築工事に際し、通常の綱では用をなさない重い建材の運搬移動に、信者の女性が寄進した髪の毛によって作った綱を用いたことはよく知られている。 毛はその環境を及び、機械的、科学的な経歴に対応する。例えば、湿っている毛を成形し乾燥させると、その型を保つ。その型は再び毛が湿ると失われる。これは、髪の毛の結合に、水素結合が含まれているためである。また、湿っている状態でない時でも、熱風を加え、瞬時に冷やすことで型を保つことも可能である。 さらに高級的なスタイリングのためには、科学的な処理、パーマネントウェーブによって、ジスルフィド結合を破壊し、再構成する。老人は、毛の内部の色素が失われるため、灰色の、実際には、色のない毛に発達する傾向がある。非常に、薄い色の金髪が、加齢に伴っての同様の色素喪失をきたした、場合は真っ白に見える。このように、 加齢変化した頭髪を白髪という。白髪は通常のカレーの特徴と考えられている。白髪が生ずる年齢は人によって異なるが、一般に男性は女性よりも白髪になりやすい。一般的に75歳以上になると、ほとんどの人が少なくとも白髪混じりであり、85歳までにほとんどの人が元の色の毛を失って、そう白髪になる。 人髪を黒焼きにしたものを乱髪層と呼び、止血効果があるとされる。値段は長さ50センチほどの紙が1キログラムあたり5400元、約9万円程度で売れることもある。国際貿易センター ITG の統計によれば2012年段階で中国が生産する人毛製品は世界の流通量の大半を占める。特に ファッションの一部として用いられるエクステンションやウッグは中国の中でも暗記症を活用し台湾県一帯において加工、流通の集積が進んでおり原材料も地元中国の他ミャンマーやベトナムなどからも取り寄せられているパンなどに含まれている食品添加物のエルシステインには中国の人毛から製造したものが出回っている EU の法律では 人毛から作られたエルシステインを禁止している。頭髪は、単に人体の一部という役割を超えて、神聖死されたり、特別な意味合いを付与されたりすることもあった。旧約聖書の知識においてサムソンは髪を切られたために、その力をなった。現在でも、正教会においては、地域によっては、気候、習慣等の要因から髪を切る修道士もいるが、修道士は頭髪を切らないことが、 基本的伝統とされる。また、芸術作品では悲嘆する場面で髪を振り乱す。髪をかきむしるなど、髪を使った感情表現は古代イギリシアの時代から見られる。古代の地中海世界では、髪は感情や生命力が宿る場所とされ、葬儀の際には死者や三列者の髪を切って封建しもに服した。 日本の平安時代の貴族女性において髪の長さは美しさであった。村上天皇の専用殿の女房の髪の長さは大鏡に記述がある。ネグロイドでは頭髪をそのままにしておくときつく曲がって成長しドレッドと呼ばれる独特の髪型になる。アメリカ合衆国においては1960年代までは コーカソイドのネグロイド対する差別が根強く、ネグロイド自身も差別されることを嫌って、化学処理や装置を使って毛をまっすぐにする場合があったが、いわゆるストレートパーマ、60年代以降、公民権運動が成果を上げて、ネグロイドの地位が向上すると彼らの考えも変化発展し、宿毛を生かしたドレッドやアフロヘアを固持するようになり、コーカソイドにも浸透するようになった。 人間の見た目を大きく左右する要素であるため、美容という概念では、毛髪の手入れに気を使うことも多い。頭髪の長いロングヘアになるほど、手入れの時間が増える傾向にある。特に、口クラ、キューティクルは、水分を含むと膨張するため、摩擦で剥がれやすくなる。その結果口ク,クラが少なくなると、毛の内部が空洞化し、痛みやすくなる。そのため、泡を使って、 低摩擦で洗浄し、髪を乾かしてからブラッシングすることが推奨される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。